この一球に思いを込めて。絶対アウトになれない戦いがここにある。無茶振りドッジボール。佐藤、前田、ルール説明よろしく。ルールは通常のドッジボールと一緒です。ただしアウトになったメンバーにはきつい無茶振りが待っているので、皆さん頑張ってください。わかったか。はい、自信はありますか。うちではドッジボールクラブです。え、マジでドッジボールクラブ2人いますか。おー、強い。こっちにも有利やです。おらんの、こっちにはドッジボールクラブ。ただ嫌い。なんや嫌いか。違うんですよ、本当に。私ちっちゃい頃顔面ずっと狙われたんですよ、男子。それいじめにやってないか。大丈夫、完全にいじめられてるやんけ。さあ、それでは試合開始と参りましょう。さあ、これはですね、おみくじ形式で無茶振りが書かれたボールが飛び出すマシンを。そんなマシンがある。こちらです、どうぞ。来た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 。これをね、ボーンってやったら、これボーンって出てくるから、お題が。おー、いきますよ、はい、じゃあ最初の無茶振りお題いきましょう、こちら。おお、ビリビリ低周波。これをね、両手につけまして、はいはいはい、牛乳をブルブル振れながら飲んでいただきます。果たしてこの2チームの中で初めに無茶振りの餌食になるのは一体誰だ。それでは参りましょう。すぐ当てろよ。はい、さあ、まずはジャンプボール。ボールをゲットしたのは長身宮沢、高橋は両手投げだ。早くもパニック状態になっています。獲物をじっくり狙う渡辺が大きくそれて相手ボールに。おっと、秋元秋元のボールは一直線にひな壇へ。あそこ関係ないのお前。これは避難続出だ。いくらお前ね、自分が顔面当てられよったからってな、あんな飛ばっちりないぞお前。危ない、危ない。腕力ゴリラやないか。どうせお前。さあ、仕切り直して試合再開。どうぞ。ボールを持ったのは高城。まずは外野へパス。パスして、パスして。外野の渡辺は内野へパス。そして高城が決めた。最初の犠牲者はインド音痴の小島。高城が投げた球は的確に小島の膝にヒット。ということで、両腕に4箇所低周波をつけて牛乳をグビグビと飲んでもらいます。お前は当たったのが悪いよ。それでは無茶振りのお時間です。よーい、スタート。あ、いた。何、おい、おい、もったいない。何、どうした。何よ。飲めないだもん。飲めないじゃない、飲め。OK。 低周波のビリビリで牛乳こぼしまくり。さあ、次の犠牲者は一体誰だ。さあ、はい、それでは続いての無茶振りを見てみましょう。続いての無茶振り、こちら。おお、勢いがいい。出てもらう料理。さあ、ボールを持つのは運動神経抜群の大島。そして狙うは高城だ。しかし高城、これはナイスキャッチ。さあ、お返しに柏木を狙うが、これはセーフ。早く拾って。素敵な笑みを浮かべる渡辺、この動きは一体なんだ。そこでのピボットはあんまり意味ないぞ。結局内野へボールを戻す。そして元ドッジボールクラブジュリナの豪速球だ。松井は秋元。ボールは2頭から高橋、高橋から峯岸、峯岸から、おっと、高城の膝に。ここで高城撃沈。これは意外です。先ほどナイスキャッチした高城ですが、峯岸の奇妙なフェイントに惑わされあえなくアウト。さあ、ゲテモノのお時間です。高城どうぞ。いや、これ秋田マジ、これはね、頑張るしか言えないから、これはね、なかなかのものだと思いますよ。はい、ゲテモノ料理はこちら。太古のさなぎの揚げ物。
漢方薬として使用してるらしい。ちゃんと栄養あるって。これな、これ3つ食べたらな、卵1個分の栄養あるらしいよ。それではお召し上がりください。これ10個のいったらいいよ。パクって言ってみ、口入れたろうか。これは自分の力でやります。さか忙しいな、感情。次行きます。はい、行こう。おー、偉い。痛い。どう、痛い。どうした、噛めない。おー、噛みよう。お、え、あー、無理やった。一瞬美味しいのかと思いきや、やっぱり激沈。さあ、ただいま5対5の同点でございます。高城が当たったんで、代わりに外野の渡辺が入りました。はい、はい、さあ、ということでですね、続いてのお題いきたいと思います。皆さん、お題どんどん変わっていくと思うでしょ。はい、同じお題来る可能性ありますか。さあ、何が出るでしょうか。続いてのお題はこちら。お、風船爆弾。こちらをご覧ください、どうぞ。3L のナチですね。ちょっとずつ膨らんでる。風船が膨らみます。で、膨らむところである程度私が針をブーンと刺して、これで風船爆発と。はい、じゃあナチもう OK です。はい、ナチ、それですか。はい、サタパーシー、美味しくないで割ってくれないですか。ナチ美味しくないです。ナチ美味しくないです。待ってください。もう大丈夫です。大丈夫です。みんな分かったよ。はい、じゃあゲーム開始します。はい、ゲーム開始します。はい、帰ってください。ナチ美味しくない。髪型大丈夫ですか。よーい、さあ、ドッジボールクラブ倉持がなんと柏木を秒殺。これは恥ずかしい。早かったな。早っ。お願いします。抜群の風船爆弾。柏木が走った先にいた大島もまさかの二次災害。さあ、残されたメンバーはあと9人。無茶ぶりはさらにエスカレートします。続いての無茶ぶりはこちら。おはぐろ。おはぐろ。さあ、おはぐろ、これ分かる、どういうことか。おはぐろ。ナチュ、ちょっとわからないようからさ、あちらの4カメに向かって、せーの、はい、こちらでございます。アイドルにはありえないメイク。さあ、ボールは秋元から。これはすごいパワーボール。そして柏木の投げた球は相手チームへ。高城、一度内野へボールを戻して、宮沢から秋元へ。おっと、落としてしまった。しかも肘強打。ボールのダメージより肘のダメージの方がでかかったね今。ボールを難なくキャッチと思いきや、弾いてしまい肘から落下。これは痛い。痛くてもおはぐろはやってもらいます。絵の具みたい。うわ、黒い絵の具似合いそう。え、どういう意味だ。なんだよ。似合いそう。さあ、おはぐろを塗った秋元はどんな仕上がりに。せーので、みんなに歯見せてあげて。せーの。お父さんに似てる。それでは続いての無茶振りに行きましょう。はいよ。続いての無茶振りはこちら。
ちらのスイカを一気に食べていただきましょう。よーい、ボールを持った峯岸、ゆっくりと進んで、はいはい、アウトー。渡辺を瞬殺だ。当たりました。今とぼけるんですか。当たったよ今。当たってない。いや当たったやろ。弾きました。おい、とラインズマン佐藤、おい、これどうや。これてめえ、佐藤さんがアウトっつってんだからアウトに決まってんだろ。佐藤そこまで言わんでいいよ。アウトぜー。わがままは通用しません。さあ渡辺、はい、これお前分からんやろうから、はい、ちょっと清手にお手本見してもらおうわ。はい、 お願いします。これね、昔な、もう志村けんさんが、俺もそうだったよな、俺ら子供の頃な、もう世代がそうだもん。うん、志村けんさんこれ 2,3 秒でいくからね、これ。これすごいよ。 2,3 秒でいかんと。これじゃあ清津さん、はい、お手を見せてもらっていいですか。はい、いいっすよ。じゃあスイカ早くよ、お願いします。そんぐらいいかんと。さあ、さあ志村さんばりのスイカ早食いができるのか。頑張ります。頑張ります。スイカ早食い、よーい。遅い遅い遅いよ。出すな出すな。食って渡辺、早く食って 2,3 秒で食っていかんと。ほら食って、早く早く早く、グーッとグーッとグーッと、ほら食って、種も全部食って、食って、早く早く早く。これただ美味しくスイカいただいてるだけじゃない。記録23秒05。遅すぎです。続いてのぶちゃぶちゃこちら。恥ずかしメイク。おいだ。さあ、お前らの顔にありえない恥ずかしメイクをしたいと思います。あららら、ありえない顔になるのは一体誰だ。ドッジボール、よーい。ボールを持つのは高橋。そしておっと、これは見事なフェイント。高橋、意表をついたフェイントで伊藤を瞬殺。アウト。絶対見られたくないとっても恥ずかしいメイクとは、泥棒メイク。果たして2頭は清人の手によってどんな泥棒に変身するのか。泥棒メイク完成しました。はい、いきますよ。はい、3、2、1、どうぞ。収録終わるまでずっとそれあなたそれだからね。クラブチどうした。面白い。すごい。すごい。なかなか笑いできてみませんからね。一応これでも紅白にも出たアイドルです。はい、外野に泥ボールな、あれ。外野に泥ボールな。そうですね。気をつけろよ。どっちボールしようとか盗まれるかもしれないから気をつけたけよ。外野の泥棒を警戒しつつ、次の無茶ぶりに参りましょう。はい、続いての無茶ぶりのお題はこちら。無理やり変顔。さあ、まあ後で説明いたしますね。お前らの代わり無理やり変顔にしていきますのでね。よーい。ボールを持つのは再び大島。そして外野の泥棒がなんと松井ジリナを玉砕。松井の命を盗みました。泥棒がみんなに愛され始めた。みんなよう考える泥棒やん。さあ、無理やり変顔とは、ジュリナにやっていただく無茶ぶりは、セロハンテープを使って、変顔を作ります。じゃあ、そうですね、はい、肌が若い方がいいんです。あ、そうなんですか。モノマネ芸人御用達のセロハンテープでどんな変顔になるのか。いきますよ、3、2、1、どうぞ。マイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン。いつも通り、あの劇場でやるよみたいにちょっと自己紹介して、その顔で。1,2,3,4 ご一緒に
6789127 じゃない。さあ勝負も大詰め、残り5人に出される次なる無茶ぶりは、恥ずかしメイク。二の舞になるのは果たして。いきますよ、はい、よーいスタート。さあドッジボールクラブ倉持がスピードボールで大島をノックアウト。おっとこれはどうした。あれ今のどうなるんですか。トントンってダブルダブルダブル、え嘘。今のシーンをもう一度チェック。すると大島の膝を直撃したボールはなんとノーバウンドでそのまま峯岸にもヒット。まさに無茶ぶりの神様が起こした奇跡のダブルアウト。ということでこれは当然ダブルで恥ずかしめいく。アウトダブルアウト。さあ変身のお時間。さあということで2人には、ダブルアウトだったんで、恥ずかしメイクしてもらいます。一体どんな恥ずかしメイクになるのか。結構塗ってる、ね、結構塗ってる。やばいやばいやばい。はい、じゃあメイクの方が完成しました。321で振り返ってください。いきますよ、321どうぞ。この後2人一緒にお披露目です。じゃあメイクの方が完成しました。321で振り返ってください。いきますよ、321どうぞ。さあということで、はい、今回はですね赤チームの勝利。無茶ぶり MVP は完璧に泥棒になりきった二刀に決定。フレーズミュージアム、それは聞く者を恍惚とさせる言葉だけを集めた美術館。さて今宵は、今回のテーマは行きつけのファミレスの店員さんに言われたい一言。まずはペンネームケイタンさんの作品、行きつけのファミレスの店員さん渡辺真由に言われたい一言。昨日一緒に来てた女の人、彼女さんですか。違う違う、見えた。あ、ちょっと最近取り憑かれててさ、お祓い行かなきゃ。完全に僕に好意があります。続きましてペンネームシノモンタンさんの作品、行きつけのファミレスの店員さん倉持あすこに言われたい一言。口にケチャップついてますよ。ちげえよ、これ昨日歌舞伎町で暴れたんだ。今回もいい作品が揃いました。さて今回私が採用するのは、こちら。いや、あんなこと言われましたらもう完全に僕はメロメロですね。じゃあ、没作品は、うわー、嫌だな、ね、クラム、嫌だ。でもあなたプロレス好きですよね、はい、大丈夫です、ダンプ松本メイクできます。あ、じゃあ、お願いします。お、髪の毛ちょっと大丈夫ですか。ほら、おぉ、きた。あ、なんかちょっと嬉しい。倉持のツボが分かんないです、ね、今回の新作も含めたメンバーの胸キュンフレーズは番組ホームページで好評配信中。どうぞご堪能あれ。2月17日発売のニューシングル桜の栞のカップリングナンバー、マジスカロックンロール。いつもと違うメンバーの表情をどうぞ。
私がふさふさに何かをしてほしくて、そしたら泣けばいいんじゃないみたいなこと言われて史上最悪の暴露合戦に。この番